チャオあちゃんです。今回、前回に引き続き、充実した人生を送る方法第12選の7からいきたいと思います。後半です。7番目、没頭できる趣味を見つける。社会人になると毎日会社と家の往復で何のために働いているのかわからなくなることがあります。そんな人はプライベートな時間を充実させるとメリハリがつき、満ち足りた毎日が送れます。前から興味があったことを趣味にしてみる。最近流行りの TikTok を思いっきり自分も始めてみるなどと趣味を見つけてみるのもおすすめ。プライベートが充実してくると仕事中も休みになれば思いっきり遊べるぞと思いながら逆に仕事に集中できるようになります。なるべく仕事とかけ離れたことを趣味にすると余計よりメリハリが生まれて楽しみが増しますよって書いてあるんだけども、これね、これはあっちゃんあると思う。ね、やっぱあっちゃんね、いろんなことやっとって趣味としてね、模型作りとかね、いろいろやってんねんけども、ラジコンとかでもそうやねんけどもね、まあ、これ男の子の趣味っぽいねんけど、女の子も最近ね、模型女子とかラジコン女子、RC 女子とか言って女の子も結構やってんねんけどもね、意外と面白い。それだけじゃなくね、手芸とか何でもええねん。でこれね、流行りの TikTok を思いっきり始めてみると、これね、 TikTok あちゃんやったことないねんけどもね、 TikTok、まあツイキャスとか、フワッチとか YouTube とか、いろんなあったり、あと SNS、 Twitter とかあるけど、結構見バレもするから、これ危険っちゃ危険なのよ、正直ね。だからあんまりおすすめ、これはもうおすすめせえへんけどもね、まあしたいと思うんだったらやってみてもいいんやけども、ある意味ね、趣味程度でやってするのがええかもわからへん。ただやっぱりね、いろいろストレスも溜まっちゃうねん、配信とかそういう SNS っていうのはね。だからね、危険もあるからねんけども、ここにはそう書かれてんねんけども、あっちゃん的にはね、多趣味でいいと思うね。一個の趣味を極める、これはこれで面白いんやね。でも今面白いなと思ってやってみる、飽きたら違うことやってみるって言って、いろんな趣味を多趣味でやってみる、これ結構充実するんでね。で思い出したらまたそれ引っ張り出してきてやるっていうのね。だから何年か周期でもう飽きたってなって、や違うこと趣味に変えていく、それもありやと思うし、2つ3つ4つの趣味を掛け持ってもありやと思うしね。好きなね、なんか興味のあることをやってみるっていうのもありやね。もちろんこれね、さっき前回1週間の目標やけど、映画でもせやねんけども、映画が好きになって、映画を見に行くとか、映画 Amazon プライム入ってね、毎晩1本映画見るとか、毎日アニメを見るとかね、ドラマを見るとか、そんなんでもいいしね、スポーツ観戦でもいいしね、一つ何か趣味をね作るっていうのがいいと思います。はい、趣味は本当に持つべきやと思う。はい、8番目、適度な運動を習慣にする。毎日生活を楽しむならストレスは天敵。溜まったストレスを解消するために運動を生活にプラスしてみてください。いつもより一駅手前で降りて歩く。なるべく階段を使う。エスカレーターじゃなく階段を使う。寝る前に軽いストレッチをするなど、軽い運動を習慣にしてみましょう。運動はハードなものでなくても OK なので、無理のない範囲で始めてみましょう。これはありやと思うんだけど、あっちゃんできてないね、正直ね。でもね、あっちゃんちって2階建てで、2階住みやねん。2階建てっていうか、2階住みやねんね。でいつも1階から、登ってくる。それだけでも運動やねん、階段ね。灯油切れたら灯油組に下まで降りていって登ってくる。これの運動でもええねんけども、軽く体を動かすっていうのは大事だと思うね。1日5回腹筋するって、さっきもなんかのね、前回も言ったと思うんだけど、そんなんでもええしね。で運動をまあ言うてみたら、なんていうのかな、キッチンでね、お料理するときに普通につくんと立ってするんじゃなく、ちょっと膝曲げてね、腹筋に力入れながらお料理するとかね、そういうちょっとね、ちょっとしたことで筋肉使うっていうのもありじゃないのかなと思うねんけどね。あとね、今流行りのね、YouTube とか TikTok でエクササイズのショートとか上がってるね、そういうエクササイズをやりながらね、ちょっと踊ってみるとかね、やってみるのもありかもわからへん。そうやってね、運動するのもありかもわからんね。はい、秘訣9、誘いを断る勇気を持つ。つまらない誘いに乗ってしまうと、行った後後悔するだけでもなく、断れない自分を責めてしまうこともあります。充実した生活のためにもマイナスですし、自由時間も少なくなってしまいます。うまく断るためには、
うまく断るには、趣味の時間を使いたいからと正直ダメな理由を話す。誘ってくれたことにはお礼を言い、その日は都合悪いと断るなど、きちんと理由を話してきっぱりとお断りすることが大切。曖昧な態度が誤解を招くことがあるので気をつけましょう。余計な誘いを断れる勇気を持つことで自分の時間を大切にできるようになり、友達と程よい、距離感で付き合えるようになります。これね、何か誘われてもね、ちょっと今日予定あんねん、ごめんねって言っといたらね、それ何度かなんねん。それをもしこんなこと思われたらどうしよう、ああしようって思うかどうかは相手が決めることであってね。だから、結局行ったところで、そんなこと言うてごとごと後から揉める人は、行って時間わざわざ使っても大したっていうか、逆にね、いい関係作られへんしね。それで断って離れていく友達は友達じゃないからね、友達として切るべきやと思うしね。これはあっちゃんやのやるべきやと思うし、ありやと思います。はい。秘訣10、休みたいと思ったら無理せず休む。疲れが溜まってくると毎日ダラダラ過ごすようになってしまい、充実した生活とは程遠いものになってしまいます。最近疲れたなぁと感じたら、思い切って有給を使ってでも休みを取る。月に一度や二度は一日何もしない休息日を作ると自分をゆっくり休ませてあげましょう。休んでリフレッシュすれば、その後の仕事も効率よく終わらすことができます。休むと周りに迷惑をかけると考えてしまいがちですが、休むことはプラスになると考えてみてください。これありでね、あっちゃん YouTube やっててね、YouTube ってはっきり言って、1年365日営業、無休業やねんね。毎日動画出してるからね。まあそれは人好き好きやねんけど、あっちゃんは毎日動画投稿してるからやねんけど、そうなってくるとね、休む日ってないのよ。でももうだらっと休むって決めて、で土日はどうしても人が多い、買い物行ってもどこ行ってもめんどくさいし、出かけたら人が多いでしょ。で撮影するにもやっぱ人多かったらやっぱりね、撮りにくいっていうのもあるから、土日は休むって決めてゆるーんと休むね。何もせえへん、下手したら一回にも降りひん、そんな生活をする。まあ今はね、トイレに降りやんなんけどもね、まあそれぐらいね、ほんまに何もせず休む。で休むから今日何しようかな、あ趣味しようかとか、映画見ようか、もうその趣味すらせず、映画も見ずぼーっと寝る一日を作ってみてもええのかもわからへんね。ほんまに疲れた時はあっちゃん何もせず一日ぼーっとする日作る時もあんねん。まあめったにない、年に1回2回ぐらいやけどね。それはでもそれぐらいの休息日を作ったりね、と思うんでね。だから本当にね、何もせず本当に休むっていうのはありやと思うんで、こういうのも休みはぜひぜひ作ってください。まあ、一年中休んでないんけってよう言われんねんけどね、意外と YouTuber 忙しいね。普通の仕事よりもね、普通の仕事してる時よりもね、仕事時間が長いよ正直ね。まあそれでもね、ゆるっとほんまに休むことって大事やねんね。だから休んでみてください。はい。秘訣11、一人の時間を大切にする。いつも恋人と一緒にいたり家族に囲まれていると、誰かと過ごしていると自分と向き合うことができません。人生を謳歌している人は一人の時間を充実させている人が多いので、なるべく一人の時間を確保するのが理想です。月に何度かは恋人と一緒に過ごさない週末を作る。たまに家族に家のことを任せて一人で外出してみるなどと、ちょっとした時間でもいいので一人だけの時間を大切にしてみましょう。一人で思いっきり羽を伸ばせば気持ちが解放されて前向きなことが考えられるようになってきます。これあっちゃん苦手でね、あっちゃん寂しがりやで、人がおらへんかったらあかんねん。一人でおるっていうのすごい寂しくって怖いのね。だからでけへんねんけども、かっちゅうて全くせえへんのじゃなく、一人の時間を作ってみるっていうのも大事なのかもわからへん。なんか一人旅に出てみる。プチ一人旅、一日だけとかね、半日だけとかね、一人でどっか行くとかね。だからね、その恋人と話さないとか、恋人とこう遠距離恋愛しとっても、やっぱり絶対一日一回は電話したりとかね、
1日1回どころじゃないけどもね、電話したりとかつながってね、喋ったりもするんよね。そうやってつながらんと寂しくってあっちゃんダメやねんけども、そうじゃなく、これを何もせずない1日を作る、月に何回かね、週に1回とかね、ほんまに人と関わらない自分の時間作るっていうのもありなのかもわからんけど、これだけはあっちゃんどうかわからないけど、まあ充実するやろうとは思うけど、あっちゃんは寂しくて無理です。はい、あっちゃんはね、誰かおらんとダメなのよ。秘訣12、これが最後です。自分のことを最優先に考える。自分のやりたいことをやらずに誰かのために生きる人生はどこか物足りなさも感じるもの。充実した生活に最も重要なのは自分のことだけ、自分のことを大切にすることです。何か行動するときは自分がやりたいかやりたくないかで決める。周りの意見に流されないで自分の考えを大切にするなどと、自分の気持ちを一番に考えましょう。もちろん周りに合わせるのも必要ですが、人が決めたことも自分の決めたことをやる方が満足度が高いのです。最終的な決断は自分優先ですれば、生き生きとした人生を手に入れられることができますよ。これそうやね。自分がやりたいかやりたい、やらなあかんのかやらんでいいのかじゃなく、自分がやりたいかやりたくないかで物事を決める。これすっごい大事やねん。あっちゃんそれしてんねんね。で、周りの意見に流されない、これは大事。あっちゃんは、ね、周りの意見に流されないようにはしてんねん。で、周りの意見を流されないイコール周りの意見を全く聞かないんじゃなく、周りの意見を聞いた上で流されるんじゃなく自分のやりたいことをやる、これが大事やねんね。で、周りの意見聞いて、あ、おもろいなと思ったらやったらええしね。で、周りの人に合わすって大事やけどもね、やっぱりね、自分軸、自己中って言われるけど、自分軸で生きるってすっごい大事やねんね。これは本当にありやと思う。ということでね、12のね、人生、充実した人生を、充実した人生で生きるための秘訣、後半、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでね、あっちゃんもちょっとこれ初めて読むねんけどもね、読んでみてね、自分もできてないところがあってね、これからちょっともっとやってみようかなと思ってね、で、この文章ちょっと読んでみました。で、毎日小さな習慣から変えて充実した生活を手に入れてみてください。充実した生活を送りたいけどなかなかうまくいかない、なんで毎日虚しいんだろうって、虚しさの原因を知りたくなりますよねって。本記事では、充実感を感じられない人の特徴から原因を探り、充実した生活を送るための秘訣を分かりやすく解説してみました。幸せな毎日を送るなら日々充実させるのが一番、充実した人生を送るために参考にしてみてくださいねって書いたので、ぜひぜひみんなも参考にしてみてください。あっちゃんも参考にして、これからできてないことやってみたいと思います。また次回ね、こんな感じの面白いもん探してきて、紹介していきたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの、人生を充実させる12の秘訣、後半、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。前半見てない人、ぜひぜひもう一回前半見てください。ということで、次回またね、面白いもの探してみます。やったね、バイバイ。